伊達アップス2022一次審査フィードバック会を始めさせていただきます。よろしくお願いします。では、それぞれのチームの、皆さんにちょっとゲームで一番押したいところとそれに伴ってあと一月どこを重点的に詰めていけばいいのかといったところを、まあ、聞いてもらいますので、それに対してフィードバックする形で。はい、分かりました。はい、はい、学校の、学生の皆さんもいいですね。では、ユニバーススポーツの佐々木くんから、佐々木くんがちょっと本日、バイトがどうしても抜けられないということだったので、斉藤くんから、お話しさせていただきます。よろしくお願いします。はい。ランナー佐々木の代理を務めます、プログラマー斉藤優です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ユニバースポーツでは、うん、宇宙間の無重力を、うん、の中での移動の気持ちよさをコンセプトに立てたゲームです。うんうん、4人プレイの中で、その無重力の中で戦うというわちゃわちゃ感を目指して作りました。うん、今さ、自分たちでプレイってしてる？あ、はい、してます。で、そのプレイしてて自分たちがいいと思ってる部分と、ちょっとなんかここダメだなって思ってる部分教えてもらえる？まずやってて悪いなと思ったところが、うん、狙ってボール当てるのが難しいとことが一番大きかったです。うん、キャラクターや操作者、キャラクターやボールの大きさ、うんうん、のバランス調整であったり、うん、スティックを傾けた時に狙う方法がうまく調整できない、うん、見て直感的に投げることができないというところで、そこは問題点だと思いました。うん、そう、問題そうだよね、それね。今それどうしようと思ってる？投げる時に、うん、投げる方向に、ガイド線を出して、うん、より狙いやすくするということがまず一つと、うん、随時、キャラクターと、ボールの大きさの調整であったりをするということと、あとスティックを傾けた時の、より狙いやすくするための補正をプログラムで作っていくとの、この3つをやっていこうとしています。うん、いろんなやり方が多分あると思うんだ、そこって。で、当たりづらい多分理由を多分すごく考えた方がいいと思うんだけど、当たりづらい理由って例えば何だろう？敵にこう投げるんだよね。投げて当てたいんだよね。だけど今の中では当たらない。例えば球がちっちゃいとかっていうのも一つじゃない？例えば、球が画面半分ぐらいあったらさ、絶対当たるじゃん。はい。例えばね。で、そういうことを考えていくべきだと思うの。いろんなことを考えるっていうのって。で、このゲームにあってるの、例えば、わちゃわちゃ感を出したいっていうことは、結構ごちゃごちゃ密集して、かわしたりとかしたいわけじゃない、きっと方向性としては。近い距離とこう、かわしながら当て合ったりはしたいわけじゃない。ドッジボールみたいなもんだと思うんで。はい。
例えばどん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 球がさ、例えば遠くに行けば行くほど球がでかくなっていくとかだって結構当たるようになると思う、ね、投げたら。それが正しいかどうかね、あの目指してるコンセプトがこう、どこにあるか。で、逆に言うと、球がどんどんでかくなっていったりとかすればさ、今度近くにいた方が避けやすいじゃない、はい、敵の近くにいた方が。そしたら密集するじゃない、はい、多分これもう例えばで言ってるからね。あのそれをやれって言ってないからね。もう多分終わりが近い、あの1ヶ月、残り1ヶ月でできることって考えていくと、多分今の中でコンセプトを生かしてあの改善できる手法っていうのを多分探していくのがいいと思うんだ。例えば今みたいになったら、よりこうわちゃわちゃ しそうで、球が当たるっていうのは意外と簡単にできそうじゃない？なんでもイメージ言ってることわかる？あ、はい。だそういうのとかを考えて、まあ、そこは改善するべきだろうなと思うんだけど、あの技術的にこの球が一発なんで投げられる球がそんな 連射できないでしょ、これって。あ、はい。連射できないから結構それが当たらないのがよく、これ連射できたら実は当たらないっていうことも意外とストレスを軽減できたりするんだよね。でも当たんなくても次がいっぱい打てるんだったら別にいくらでも打ちゃいいから、今回やってる中でもう一個同じような感じのゲームあるよね、これね。ちょっと似たような感じだなと思ってるんだけど、そういうことも含めて、じゃあこのゲームに何が合うかっていうところを含めて解決策を選んで、できるか残り時間決まってるから解決策って何個も試せないと思うんだ、時間が限られてるから。だからアイデアいっぱい出してどれがこうやりやすくてマッチしそうかっていうのをよく考えてピックアップするといいと思うんだけど、で見ててこうパッと見て思ったのとかってあって、あの背景とあの投げてる球とか実は分かりづれえなとかっていろいろあったりするのね。この手のゲームってあの自分たちが動いてる球、避けなきゃいけないものとあのそうじゃないも背景っていうのが同化して見えたりすると、余計なものを認識しちゃって、だから球自体が分かんなかったりとか、避けなくていいもの避けちゃったりだとか、もしくは避けなきゃいけないものを避けなかったりとかするから、そういうのも結構今回見てて気にはなったよね。そういうところも気をつけて直していくと、やりやすくなっていくんだろうなとかって思っては見てましたけどね。改善する方法ってさっきみたいに、あの、いろんな方法があるんで、そこをいろいろ考えるといいんじゃないかなとは思いましたけどね。それが今、一個球当たりづらいっていうところなんだよね。はい。あとなんか困ってるのって何？困ってるのは、ギミックと、コンセプトの噛み合いのところが一つ困っています。どう噛み合わない？移動の楽しさを押し出したいっていう話だったんですが、うん、うん。今出てるギミックだと、こう移動制限するようなものばかり追いついてしまっていて、うん、その移動をこう前に押し出せるようなギミック、また何度かこう移動をより一層楽しめるようなギミックが全然出てこないっていうのが現状です。いや、無重力の、てか、なんだろう。重力のない中で、ふわふわしたこの移動感みたいなのをうまく活かしてあげたいんだけど、結構テクニカルな避け方とかになっちゃうってことだよね、きっと。テクニックを要求するような。で、反動がついてるから避けきれないみたいな感じになっちゃったりするんだよね。ストレスになっちゃうんだよね、きっとそうするとね。結構ね、この手の、このものって結構企画、僕なんかもそうだけど、企画を始めた頃ってよくこういうの考えるんだよね。で、操作感をすごくこの動かして気持ちいいっていうものを多分こういうのって目指して作る、考えることが多いんだけど、そうすると結構自由な空間が必要になってくるんだよね。で、意外と最初からコンセプトと合いづらい操作方法を実はしてるのも事実なんだよね。だからでもこれ今から直すのって結構きついんで、そこを言っちゃうと感性をこう殺していく方向に多分言いかざるを得なくなるんで、この画面が固定された画面の中で、やろうと思うと敵の弾を避けるとかっていうのもあの
弾が増えりゃ増えるほど多分感性邪魔になってくるんで、この遊びにとってこの操作方法と実はあんまり合ってないっちゃ合ってないんだよね、そういう意味で言うとね。そこはちょっともう諦める部分かなとは思ったりはするけどね、個人的にこの時間だとね。ただ気持ちよく動けてほしいなとは思うけどね。今ってさ、はい、あの敵いるいないとか、避ける避けないとかは別としてさ、動かしてて気持ちいい動きになってる。まだ操作が重いかなとは思います。重いっていうのはどういう感じ？まだ完成の移動に気持ちよさを見出せていないっていうか、気持ちよさを感じられないと思っています。であれば、まずはそこをちゃんとするべきだと思うよ。変な、それが気持ちいいだけでもだいぶ違うと思うんだよね。はい。で、そしたらギミックって、むしろギミックなしで面白い方向に持ってった方がいいと思うんだよね。あんまりギミックをいっぱい出さない方向で。浮遊感とか感性がある操作方法の気持ちよさっていうのを生かすんだと、シビアなあのテクニックとかっていうのは、ギリギリをかわすとかっていうのは、あんま向かないって向かないので、もっとなんかね、コースがどんどん続いていくとか、広いとかっていうと、こういう感性のついたものっていうのは、すごく魅力を出しやすいと思うんだけど、狭い中でっていうのは結構きついんで、あんまり狭くしない方がいいと思うんだよね。だから物を置くとか、ギミックを出すっていうのは狭くする方向のものなので、あんまり本当にうまく考えて出さないと、確かに言ってるように、コンセプトと合わなくなっちゃうと思うんだよね。で時々そういうのがあるっていうのはアクセントにもなるからいいんだけど、常にそういうのが出っ放しっていうのは多分避けた方がいいんだと思うんだよね。そこら辺はバランスなんだろうなと思うけど、今あとさ、まあその辺とあと今いけてる自分たちがやってみてここ面白いって思ってるとこどこなんかある、触ってみて面白いなと思っているのが、キャラクター同士の衝突や、キャラクターと四つ角の、に当たった時の反射、っていうかこう、キャラクターと衝突した時のこうバインドには気持ちよさがあるなとは思います。跳ね返ってくる感じが意外と気持ちいい感じです。はい。これって外出たら死ぬんだっけ？外出たらループします。例えば、右端に、右の場外に行ったら左から出てくる。逆から出てくる。繋がってる感じね。はい、そうですね。はい。残り時間考えると、いいところをすごく磨いていくところと、本当にダメだなって思ってるところを改善するの、そのどっちかをやる、まあ両方やってもいいんだけど、ところだと思って、いいところを伸ばすのが方が、多分こういうコンテストの場合はいいんだろうなと思うんだけど、その跳ね返って気持ちいいと思ってるんだったら、もう跳ね返ることをもっと活かすような、ただ今四つ角に置いてるけど四つ角じゃなくてもいいじゃん、その増やすことが必ずしも跳ね返ることを増やすことがいいわけではないと思うんだけど、気持ちよく跳ね返るっていうところをこのゲームの中にどれだけ入れられるかっていうのはもしかしたら考えてもいいんじゃないかなと思うけどね。今最初に多分ゲーム作った時四つ角って多分決めてるような気がするんだけど、四つのところに置くっていうのが別に8つあってももしかしたらいいかもしれないし、真ん中にあってもいいかもしれないしっていうのは、真ん中にあったらこのゲームとしては困るのかもしれないけど、そういうのも含めて、このいいと思ってるものを活かせる方、もしくは、活かせる方で、今増やせばいいじゃんって言ったけど、もし減らした方が、例えばいいとかだったら減らすっていうのもあるし、その、
せっかくできたいいものっていうのの使いどころとか、使い方とか、使わせる回数とか、そういうのをよく考えると、人って気持ちが随分変わるので、まあ、ゲーム考えると感情曲線とかって話するんだけど、人の、まあ、これってアクションゲームっていうより RPG なんです。弱い敵と戦って、強い敵、自分が育ってって、強い敵と戦って一休みするみたいな、こう人の気持ちって張り詰めっぱなしだと、こう、持たないっていうのは、だけど、ところどころ刺激があって、まあ、映画なんかもそうだけど、こう盛り上がるところと盛り下がるところという波が つけられてるんだけど、映画なんかでも。一番最初にガッと一回掴んで、ちょっと静かなシーンが続いて、またちょっと刺激が出てきて、最後にすげえ盛り上がるとか、人の気持ちをコントロールするようなことを考えて、映画とか作られてるし、ゲームもデザイン的にはそうしなきゃいけないんだけど、そういうことを考えると、例えばその置きっぱなしがいいのか、出たり消えたりするものがいいのか、いろんなところに現れるのがいいのかとかっていうことで、全然変わってくるじゃないですか。なんか助けられた、この時は助けられたって思う瞬間が突然あったりとかすると、ランダムで例えば出たりとかすると、偶然救われることとかも出てきたりとかするじゃないですか。そういうのが、このゲームにどう当てはまるのがいいのかっていうのは、自分たちで考えなきゃいけないと思うけど、いいと思ってるものをうまく使ってあげるっていうのを考えるといいんじゃないかなと思うんですけどね。あとなんかこう、ありがとうございます。あとなんか悩みはある。僕ができるアドバイスはするけど、できるだけ。アイディアも含めてね。フラッシュで考えてるから、それが 100% いいとは言わないけど、考え方の話だと思うんで。あ、そうですね。大丈夫です。大丈夫？はい。はい。すいません。ありがとうございます。はい。はい。ありがとうございました。では、次のチーム。ピン。吉田くん、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。自分たちのところはその、まあ、前回と結構似ててホッピングの、まあ、ジャンプアクションのとハイパーカジュアルなんですけど、と前言われたので、ジャンプの気持ちよさっていうのを今考えてるんですけど、うん、やっぱりそのなんていうジャンプそのゴール最後のゴールのところのジャンプじゃなくて、うん通常時の、うん、高くジャンプその上に上がったりとかするジャンプのところで、うんエフェクトとかを、うん、風を切るようなエフェクトとかそれが、まあ、その通常時スピードを上げてテンポ感を出すっていうのをどういう感じのを取り入れた方が、結構良くなるのかっていうのをちょっとまだ考えてたりあエフェクトで悩んでるってことあジャンプの気持ちよさっていうのをどういう感じにしようかっていうところです、うん、じゃあ今さ遊んでみてジャンプって気持ちよくないゴールのところはすごい自分としては個人としてはいいと思ってるんですけどうん、
カメラの位置とかも変えてみようかなみたいな、その、まあ、その高さもあるので、見える位置というか、ジャンプをちょっと飛んだ瞬間にカメラの位置とかを変えて遅らせて、カメラを、まあ、カメラをちょっと移動させた方がいいのかっていうところも、うん、これあジャンプするゲームってさ、あんまり頻繁にカメラ変わるとさ、はい、分からなくならない距離感とかさ。ああ。大丈夫？飛んでる、これカメラを変えるってちょっとどう変えるつもりなのか分かんないんだけど、飛んでるときに変えようとしてる、はい、あで、その、落下時とか、うん、まあ、下見えるように変えるっていうのは、今はやってるところなんですけど、うん、その上に飛ぶときとかですね。上に飛ぶときに、その、目線っていうんですか、斜め上のところにちょっとカメラを傾けたり。うんうん、あれ、飛んでさ、なんて言うんだろう、距離感って、これ、このゲームって自分でやってて、はい、間違いなく距離感、間違えない距離感で飛べてる？あ、自分のあそこに行きたいって思ってるのと、それに反して着地する場所が全然違うとかっていうことはない。で、それすごくこれ飛ぶゲームってすごく大事で、感覚的に。で、それが、ただ重力の問題なのか、カメラの問題なのかで、もう着地地点が間違えたところに行くと、すげえストレスたまるゲームなのよ、ジャンプのゲームって。はい。行きたい、要は自分が行きたいと思ったところに、なんだか分かんないけど行けない。で、操作が自分で明らかに悪いと思って行けないのは、それは自分で納得するじゃない、なんか今ボタンを押し間違えたなと、押すタイミングが遅かったなとかっていうのが分かるからいいんだけど、飛ぶゲームって行きたいところにやれたと思ったのに行けない時ってすげえムカつくんで、あ、それ大丈夫？そこがすごい、まずジャンプのゲームってすごい心配なので、着地としてはその放物線をつけてるんですけど、うんうん、やっぱりそのちょっとしたなんていうんですか、飛ぶ時の高さがちょっとずれてたりとか、うん、自分のうまくいかないとかは少し感じたりとかはしてます。ね、自分がミスしたことが明確にミスしたと分かってて、違うとこ行っちゃうのは許せるんですよ、人間って。あ、自分がうまくできてると思った時にうまくいかないのが一番ダメなんですよ。なんだろう、このマリオでも何でもいいんだけど、ギリギリで飛んで、飛べる限界の距離があるよね、マリオって。で、向こう穴が開いてて、飛んで向こうに着地する、ギリギリをジャンプと着地する、でギリギリで飛べたのに届かなかったりとかしたらすげえ腹立つじゃん。だ、それが着地点っていうのがちゃんとこのゲームの中でジャンプが重要であって、その着地地点をちゃんと、これいろんなものを取ってるゲームだから、多分自分の思ったように飛べなきゃいけないんだと思うんだけど、そこをたどれてるかどうか、たどれてれば結構気持ちいいと思うね。自分が思ったように操作できて、うまく飛べたときは綺麗に狙ったものが取れるっていうのは気持ちいいと思うんで、それができてるかどうかはちょっと、僕ちょっとプレイをね、今回してないので、そこを知りたいんで、どうなんですか。やっぱりジャンプしたときの、その、コインとかは結構取り損ねたりはしたりは。ちゃんとできたはずなのに、なんか取れてないみたいなこと結構起こる。そういうところもある。通常の移動としては、うん、特に結構取れる感じになってる。通常の移動はだってあんま飛んでないんだよね、きっとね。ああ、ですね、そんな。だから飛んだときにこれってさ、その気持ちよさを出したいって話だったじゃない。はい。だから飛んだときに、うまくいったときに気持ちよくなきゃいけないわけだね。だ、そこを突き詰めないと、このゲームのコンセプトだったところが多分生きないと思うんだよね、出てこないと思う、立ってこないと思うんだよ。だからそこは残りの時間で狙ったようにうまく取れたら嬉しい。で、多分こう空中に浮かんでる取らなきゃいけないものが、これなんていうドットをなんていうのか分かってたけど、あれを取っていかなきゃいけないんだよね。取っていくと、10個飛んで10個放物線上にこう全部自分が取れたら気持ちいいっていうことになるんだよね、きっとね。ああ。
そういうゲームだよね。それでいいんだよね。ああ、はい。で、なので、そういうのをきちんと自分が10個取れる、狙った通り取れるゲームにしてほしいんだよね。それだと。で、今それができてないって言われてるから、やろうとしてたことができてないって多分今言われてるように僕は聞こえてるのね。はい、そこはまずエフェクト云々よりも、まず基本のゲーム本体の方をやんないと、いくらエフェクトやったって、狙った通りに取れないときに偶然エフェクトが出たところでっていう話になるんで、まずは基本をしっかり、で、基本がしっかり出たらそれをより強調してあげるために、エフェクトとかってもっと凝ってあげるべきで、当然つけるべきだとは思うんだけど、順番としては、そもそもがちゃんとできてなかったら、いくらエフェクトで化粧したって、ダメだと思うんだよね。気持ちよくないと思う。思った通りにやって、いい結果が得られたときにいいエフェクトが出るっていうのは正しいと思うので、まずはそっちをやった方がいいんじゃないかなと思うけどね。ありました。で、あと、このさ、背景とかさ、これは今度エフェクトに近い話になるんだけど、背景とかキャラとかってこのままいく？あ、ですね、そのシンプルな一色っていうか。うん、このシンプルさは別にいいんだけどさ、シンプルでいいんだけど、この、まあ、ホッピンって名前つけてるぐらいだから、きっとこのホッピンする、この、なんだ、このジャンプするやつ、なんて言うんだっけ、これ、ホッピングって言うんだっけ。はい、あ、ね、地味なんだよね。あ、なんかこれとか本当はね、なんかこれは全然変わっちゃうんだけど、本当モトクロスのバイクであるだけでも全然違うんだよなとかって思いながら、もうちょっとなんかこう乗りたくなるものになってほしいなって個人的に思ってて、で背景もなんかこの水色の背景にずっとなってんだけど、どこなんだろうこれって思ってて、まあどこでもいいっつやらどこでもいいんだけど、これでもね、空の高いところの空の上って思えるだけで、雲があってちょっと雲流れてるだけでもあのステージ感出てくるし、そういうのはねもうちょっと簡単にできることで色気を出すというか、商品性を高めるというか、まあ、あってもいいのかなと。でただ視認性が悪くなるとアウトなので、そこは考えなきゃいけないとは思うけど、はい、でこのあと撮る黄色いドットとかもね、何撮ってんのかなってやっぱ思うんですよ。さっき僕何て言えばいいのか分かんないって言ったけど、だから撮りたいものだってほしいじゃん。だからマリオとかコインだったりソニックだったりリングだったりするじゃん。分かりやすくなんかこう撮ったらいいものってあるじゃない、撮ったら嬉しいもの。これが例えば爆弾の絵になったら撮っちゃいけないって思うじゃない。あ、これがよりさっきエフェクトの話だけど、これ多分宝石みたいに見えるだけで、例えば撮りたい、撮った方がいいものだっていう認識には人間って変わるじゃない。よりキラ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 してたりとかすれば。で、その中でも、より輝いてるものはすごい点になりそうだし、そんなに輝いてないものは落としてもいいなっていう感じにはなったりするじゃない。で、そういうのは、こういうのを作るときに、この撮らせたいものっていかにこう本当に欲しいって思わせるものに、いいものっていうものに自動的にするかっていうのは、ゲームってルールって教えるの大変じゃない。で、これはいいものですよって言葉で教えたりとかするの大変なのね。だけど、見たらすぐ分かったらルールって教える必要ないじゃない。これすごくゲームの作りの中では大事で、なるべく何も言わないでプレイヤーがゲーム始めて理解してくれることが多ければ多いほどいいゲームだと思うんですよね。だけど今、あれをやってこれをやって、これはなんとかです、あれはなんとかです、これはこういう時に使いますって言われると、もう覚えるのめんどくさいじゃん今もう言っただけで。だからそういうのがよりない方が、初めてやった時に何も教えずに始められるんで、そういう意味ではだからエフェクトとかっていうのは、こういう取るものがいかにいいものか、逆に避けるものはいかに危ないものかとかね、そういうのを意識させるようなエフェクトとかって入れるのは全然ありだと思う。で、今ゴールのところも1から10まで数字で書いてあるけど、プラス10とかって、でそれもじゃあ10がどれだけいいのかっていうのを、色だったりあのし
なんか豪華な着地地点にすることっていっぱいできるじゃない。あ、手前の1のところはさ、すげえしょぼい場所なんだけど、10のところは立派な場所に見せる。今1と10っていう数字だけ書いてあって、要は10倍いいってことを数字で示してんだけど、なんか数字じゃない、数字でも数字もあってもいいんだけど、数字じゃない示し方ってないのとか、同じ数字確認しちゃって立派な数字で書いてあげるだけでそこって目立つじゃない。あ、でそういうことをやっぱりお客ユーザーがどう思うか、どうしたらあそこに行きたいと思うか、あれを取りたいと思うかとか、あそこがいいとこなんだって自動的に思わせる、それってそういう意識持ってばさ、そんなに難しくなかったりするじゃん。絵をちょっと変えるだけだったりとかさ、ちょっと光らせるだけだったりとかするだけでも全然変わってくるよね。そういうのはちょっとしたことなんだけど、あのゲームの基礎みたいなもんなんで、あのやった方がいいと思いますけどね。はい、アドバイスになってる？あ、大丈夫かな。あのなんか違うと思ったら違うって言っていいからね、別に。あ、うん、例えばそのゴール地点なんですけど、うん、その1から10のところで、まあ、例えになっちゃうんですけど、一応その、うん、まあ、何もない土だとして、でそこからどんどん上げて10をその花畑みたいな感じにするっていうような感じです、うん、例えばそういうのもあるね。でそれがどれがこのゲームのコンセプトと合ってるかとか、このテーマと合ってるかとか、どうしたらあのいろんな人が、多くの人がね、あのより分かりやすくこういいって思ってもらえるかってことを考えて何を選択するかって言って、確かにお花畑っていうのもあるかもしれないし、お花畑って俺今ちょっと聞いてちょっと意外と分かりづらいなと思ったんだけどあの例えばさ、手前1から3は赤で、4から6は黄色で、そこから上は緑とかってなってるだけでも、手前は危なくって奥は安全みたいな風に見えたりするじゃない。あ、それも一つの見せ方なのね。だ別に奥が金でもいいし、一番高いところが金色に輝いてるっていうのも別にいいと思うし、そこはその辺はどう見せたいか、はい、デザインの方向性とかもあるじゃないですか、こういうのって。あのさっきのお花畑みたいに、例えば優しい感じのより女の子に遊んでほしいとかって、例えばちょっとこれも偏った見方だけど、あの例えばそういうふうに思うんだったら、そういうお花みたいなのもあるのかもしれないし、もっとシンプルにやりたいんだったら金色に光らせるとかっていうのはあるだろうし、この辺はアイディアかなと思うんだけどね。いっぱい方法あるよ、だから、うん、あのいろんなゲーム多分見てみるとそういうのっていっぱい出てくるので。分かりました、うん、で分かりやすく言えばマリオとかソニックとかっていうのはそういうふうになってるし、その通常時の移動っていうんですか、移動の時とかはそのスピード感とかは、うん、そのもうちょっと早くした方がいいかな。リングの移動っていうんですかね、その何にもない時の移動時をスピードを上げて、なるべくちょっとこうゴールとの距離をもうすぐゴールにつく、ね、これ多分コンセプトとかどういう遊びにしたいかだと思うんだけど、はい、テンポがすごいスピードを上げるとさ、踏み切るタイミングが難しくなっていくじゃない多分。あ、なります。うん、で遅くすると考える時間がどんどんできてくるじゃない、ギリギリまで攻められたりだとか、あの、うん、どの高さまで飛ぼうかっていうのをこういろいろ考えながらこうやる時間が出てくるじゃない。だゲーム性がどっちに行くつもりなのかによっても結構変わると思うのね。あ、だからなんだろう、スピード感を求めて、その気持ちよさ、ギリギリ、ギリギリなんだ、スピードが速くって落ちないようにうまく飛ぶっていうことを求めていくんだったら、あのスピード速くしなきゃいけないし、もっとなんだ正確にものを取っていかせたいとか、浮遊感を味わわせたいとかっていうことをやっていくんだったら、あの少しスピードは
落とすとか、あとは徐々に上げていくとかっていうのもあるよね。あ、このランゲームだとよくあるのは、最初はゆっくりスタートするんだけど、途中でレベル2になってスピードがちょっと速くなって、でもうちょっと速くなって、あやべえっていうぐらい速くなって、また最初のスピードに戻って、なんか一回落ち着くとか、そういうのとかもあるから、そのスピードも一種類である必要性もないと思うんだよね。わかりました。でまずはでもこのゲームが気持ちよく遊べる速度ってなんかありそうな気がするんだけど、そこを目指すべきかなと思うけど、目指すところ次第だと思うよ、スピード感は。はい。あとは何かある？あ、大丈夫です。大丈夫？はい。ありがとうございます。ありがとうございました。はい。はい。では、次、押し出すシューティングの吉田くんですね。はい。よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずこのゲームに関してなんですけど、まあ、ゲームとしては、まあ、弾と爆弾を使って、まあ、相手を押し出すというのが、まあ、メインのゲームになります。で、このゲームの、まあ、一番の気持ちよさとしては、まあ、相手を押し出すという部分で、その弾でアーマーを削って、でそこにまあ爆弾を投げて、まあ、相手を波長外に吹っ飛ばして、まあ、まあ相手をまあ押し出すっていう、まあ、ところ、うん、そのまあ相手を押し出すっていう、うん、まあ、感じになっています。うん、で、一応、その相手を押し出すっていうのを、まあ、一番の、まあ、このゲームのまあメインという感じにしているんですけど、うん、ただ、まあ、現時点では、の、一次審査のフィードバックのように、まあ、演出が、ちょっと今、その、起きてて聞こえなかったから、もう一回言ってもらっていいですか？あ、すみません。どの部分からでしたか？あ、いいよ、あの、ちょっと前からでいいよ。ちょっと前から。あ、ちょっと前から。はい、わかりました。うん、その押し出すっていう部分なんですけど、うん、一次審査のフィードバックにもあって、その、うん、まあ、演出が、まあ、あまりないので、その押し出したっていう感覚が今なくて、うん、で、まあ、そこに関しては今、まあ、というか、一応、まあ、演出を入れるような形にして、うん、で、あと、弾に関しても、今は弾数無制限で、まあ、乱射がデフォルトなので、うん、まあ、とりあえず、まあ、打っていればいいみたいな感じになってしまっているので、うんうん、まあ、それも、その、まあ、ある意味、まあ、弾数制限みたいなものを設けて、まあ、より、その、まあ、そういった、まあ、リソースとかを使って、まあ、相手を押し出すっていうのを、まあ、よりまあ強調させるために、一応まあ現段階ではそういうまあ改善の案とかをまあ出している感じです。うん、これさ、ちょっとまあルールを一個確認したいんだけど、はい、押し出したら、押し出すっていうのは、ゲーム画面外に出たら死ぬっていう理解でいい？まあ、一応、
まあ、ゲーム画面外っていうことにはなっているんですけど、ただ、うん、現時点では、まあ、処理的な話になってしまうんですけど、うん、そのステージの下の方に、その、まあ、ボックスがあって、まあ、そこに落ちると、まあ、そのリスポーンっていう感じに今なってるので、まあ、一応認識としては、まあ、画面外に、まあ、画面外というか、ステージの外に、まあ、押し出すっていうふうになってます。ステージっていうのはどこを指してる？このキューブみたいな板が置いてあるじゃない、はい、はい。あれの上のことを言っている？それとも画面のことを言っている？ステージってどこ？ステージは、そのボックスの上で、まあ、そこから、まあ、落ちたら。あ、これ落ちるんだ。ごめん、これ今見ててね、はい、落ちてる感じがしないんだけど、あ、要はスマブラみたいに下に落っこってくってことだよね、落ちるっていうのは、はい、今さ、このグレーの四角い板の上からさ、はい、要はこれ重力で下に落っこちるってことだよね、落ちたら死ぬっていうのって今言ってるのって、その理解合ってる？その理解で合ってる？あ、はい。でも落ちてるように見えてないよね。そうですね。見えて、俺だけ俺だけが見えてない。なんかステージって言ってるこのグレーのキューブみたいなのあるんだけど、この外に出ても全然普通に打って飛んでるじゃん。そんなことない？すみません、もう一度お願いします。落ちるのか、これ。なんかね、あのキューブの下にちょっとずつ行くのか、落ちたらすぐ終わりってわけでもないよね。スマブラみたいなのか。なるほどね、これ。あ、俺そこが分かってなかったわ。これさ、落ち始めたらさ、はい、戻ってこれる？その今はホバーっていうものがありまして、うん、それで、まあ、一定時間滞空することができるので、うん、それで、まあ、戻ってきたりとかはできます。なるほど。まず、落ちたら、さっきね、分かりやすいの大事だって言ったじゃない。はい、落ちたら死ぬっていうのが画面から伝わってこないんだよね、これね。今やってるの見てても。プレイヤーのがかなりこう空中にそもそも浮いてるようなプレイに見えていて、で、この板の上から落っこちると死ぬっていうのがあんまり伝わってこないんだよね。で、スマブラってさ、横から見てんじゃん。だからあそこから横に出ると、しかも落っこってくじゃん、すぐ。はい。あの感じがね、この斜めから、この角度から見てる、この斜め見下ろし。はい。だと、伝わりづらいんだよね。で、やらせたいことが上から見た感じの、こう押し出す感じをやりたいっていうのが、実はゲームのその浮遊感と、ルールが実は一致してないんだなっていうふうに今ちょっと思ってて、どうすればいいのかなって思ってるんだけど、そう、なんか今見ててこの板の上にいなきゃいけないんだって思うと、結構狭いよね、これね。あ、そうですね。4人でこの上に居続けようって思うと相当狭いんだよね。なんか押し出すを一番やりたいんだよね。あ、はい。結構スマブラ意識してる？そうですね。一応、まあ参考にしたりとかはしてます。うん、スマブラってさ、もちろんあの場外もあるんだけど、どっちかっていうと、そのステージの上で戦う方が重視されてるじゃない。
落として勝つっていうよりは、どっちかというと、戦ってるじゃない。メインとしては。もちろん落として勝つっていうふうになってんだけど、押し出すことを優先してないじゃない。だからあのスピードで戦ってああいうことをやってると思うんだけど、押し出す方を重視した瞬間に、多分戦い方が違うと思うんだよね。このいっぱい球出たり、アクション性がすごく高いっていう。もうちょっとなんかじりじり本当は押し、ギリギリのところで押し出されるってさ、相撲みたいなもんさ、土俵際でさ、ギリギリで踏ん張ったりとかするとさ、押し出されたーとかって思うじゃない。はい。押し出すっていうのを大事にするとさ、落ちたくないんだけど落とされちゃったっていう表現をしなきゃいけないじゃない。で、それで、あ、悔しいと思わなきゃいけない、ね。もしくは押し出す方も、なんとかこいつをこう押し出したぜっていう風にするには、多分テンポが早すぎるんだよね。ゲームのテンポが。スマブラの方に行っちゃってるんだよね。多分テンポ感が。だけど、あれ押し出すゲームではないので、押し出すことも要素として入ってるんだけど、主として押し出すゲームではないんだよね。格闘ゲームなんで、どっちかというとね、スマブラはね。で、押し出すゲームっていうふうにするんだったら、そのどうやったらその押し出されること、押し出すことが気持ちよくて、押し出されることがこう、悔しいって、その瞬間を得られるかっていうところに特化して考えなきゃいけないんだけど、どっちかというと押し出すっていうことを優先してるうちに、押し出されること、押し出すことを大事にしてないゲームデザインになってるんだよね、今。で、こっからどっちに振るかですよ、もう、この残りの時間で言うと。今更押し出すところをコンセプトにしても厳しいなって思うんだったら、こっちのスマブラっぽい方向で面白くなる方向に持ってっちゃった方がいいか、いや俺はコンセプトが大事だからコンセプトを大事にするんでつって押し出す方を頑張って突き詰めていくから、俺二択かなって今思ってたけど、どうそれ。なんとなく言ってることわかる。あ、はい。どう思う？自分としては、まあ、どちらかといえばその、まあ、今のテンポで、まあ、やっていく方が、まあ、どちらかというとそのいいのかなっては思いますけど。うん、これね、ゲームとして、この残り1ヶ月で着地だけしようと思ったら、多分言ってる方が正しいと思う。ここまで作っちゃってるんで、そっちで、今の、その、もうコンセプトしてるとあまりいいことじゃないんだけど、その押し出すところを、重視するよりは、ダメージとかも含めて、押し出されるって負けることもあるけれども、この、弾打って、ぶつかって、爆弾投げて、っていうのが、どうやったら楽しくなるかっていう方向に考えるっていうのが、残り時間から考えたらいい。で、これ、押し出す方の多分突き詰めようと思うと、ゲームの速度とか、球のあり方とか、マップのあり方とかって多分全部変えなきゃいけない、考え直さなきゃいけなくなると思うんで、多分時間がかかると思うんだよね。だからむしろ、だからこの球なんか今いっぱい打ってて、押し出す感じがないから球ばっかり打っちゃうって言ってたけど、球打っちゃう方向のゲームにした方がいいような気はするんだよね。球打っちゃって敵と戦ってるゲーム。で、爆弾とかも、で、この速度感で爆弾投げてるの見てても、爆弾当たりそうもねえなって感じとかもしてて、その辺がもうちょっとなんか爆弾がうまく機能するとか、球はもう少しだけスピードを落としてもいいのかなとかって思ったりとか、そういう調整をしていった方がいいんじゃないかなと思うんだけどね。むしろ。どうでしょう。どうでしょうと言われても困る。そうですね。まあ一回まあチームで話し合ってみてって感じですかね。うん、だからそう企画書にもね、押し出すっていうの書いてあって、そう見てて押し出す感ねえなって僕もずっと思ってたんです、見てて。で本人たちも押し出す感がないんだよね。そうですね、現時点では。そうだよね。で、本来ならコンセプトが押し出すだから、押し出すを突き詰めるためにはどう直そうかっていう話だと思うんだけど、
うん、結構ここから押し出す感を作るのは結構大変だと思うけどな。どっちがいい？どっちも、さっきも聞いたか。それは、今の方向で行っちゃった、行き切っちゃった方がいいような気がするんだけどね。あんまり。ただ、よくないのは、その僕らやっぱ仕事でこれを作ってて押しるときは、もともとやろうと思ってたコンセプトを捨てるっていうのはもう中企画開発中心に読むのが等しいので、そこを突き詰めるんだよね。要は狙った面白さっていうのはそこにあるはずだって思ってるはずなので、それの良さ、頭の中で想像した自分のたちの思ってる面白さを突き詰めて他との差別化っていうのを図っていくっていうことを僕らは商売としているので、オリジナルなユニークな面白さっていうのを絶対ゲームって商品としては持たなければいけないので、他のゲームとは違ってここが楽しいっていうのを持たなきゃいけないんで、なのでプロトタイプ作っていく中で、ここ気持ちいいでしょ、これが面白いでしょっていう思ったものを、もちろん会社にはお金でかけてこれを作らせてくださいって言ってるの で、こういう面白さがあるはずですっていう説明をして作っているので、そこをやんなきゃいけないんだけど、会社とか仕事で考えたら最初のコンセプト徹底的に頑張ってやってみるべきだとは思うんだけど、じゃあこの残り1ヶ月でそこにたどり着けるのっていうと、これ今度ゲーム、これも仕事で今度僕らがアルファぐらいまで来たときに何か足りないぞと思ってディレクションするときに、目指す着地ってどこだっていうのをそこでもう一回再精査するときもあるんだけど、その場合は多分期間があるから、こう今言ってるような最初にアドバイスしたような方向で僕は行っちゃうと思うんだよね。そこまで来ちゃってれば。だ本来はやりたかったことをちゃんとやらなきゃダメだよねっていうのは、もしどっちに進むにしても。ね、自分がやりたくて、この面白さ出そうと思ってるものと今違うもののゴールに行けって俺さっき言ってたから、言ってるから、だから着地を見てはそうするけど、本来は違うよなとはちょっと思うんだけどね。でもなんか見てる感じはそれでもわちゃわちゃちょっとしてて、うん、面白くなるかもっていう感じはあるので、まあ、そっちで今回は突き詰めちゃった方がいいんじゃないかなと思うけどね。あと 何で悩んでたっけ？今のところは、まあ、あとは特にないです。特にない。だけど、これや、今プレイしてて困ってるの、押し出す感がない、あとは、ね、弾打つばっかりになっちゃうとかって言ったんだっけ？まあ、はい。まあ、なるよね。こんだけ打てればね。まあ、そうですね。うん。まあ、自由な空間で連射自由な弾を撃つ機能がついてたら、でしかもそれが敵に当てられるっていう状況だったら、とりあえず撃っとくよね。そうですね。撃つ条件が全部揃ってるからね。弾が大事だったら撃たないじゃん。そういうことを入れていくかどうかだよね、やっていくときにね。ただ、連射は連射で気持ちよかったりするでしょ？連射できてることが。あ、そうですね。うん。だからこことのトレードオフなんだよね。だから、ゲーム性って。どのゲーム性を取るかなんで。アクション性が高いんだったら、ある程度連射ができて、もしかしたらその、なんだろう、連射はできるんだけど、一定のエネルギー量があって、一旦貯めなきゃいけないとか、そういうのとかも、一つの考え方かもしれないけどね、その連射をずっとできるっていうのは確かに問題だとは思うので、
テンポが遅くなるならば、このぐらいの速度で連射できるんだけど、5秒間はできるけど、なんか5秒間はチャージ時間になっちゃうとか、それはいろいろあると思うんで、やり方はね。そういうのも考えてみたらいいんじゃないかなとは思いますけど。こんな感じですか。まあ、はい。なんかあれば言っていいよ。あ、いや、でも特に、まあ、あとは多分大丈夫だと思います。はい。はい。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。で、すいません。ちょっと冒頭、名前間違えてました。渡辺くんでしたね。ごめんなさい。はい。では、最後、ヒューマーアカデミーの佐藤くん、お願いします。はい、すいません。ヒューマンアカデミー仙台校の佐藤翔です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。このゲームの推しですけど、このゲームは演劇をテーマにしたアクションゲームです。演者が舞台上で観客を守りながら敵を戦うという内容になっています。現段階では基礎部分を作り上げることに専念していまして、演劇らしさというのをゲームの面白さとして取り入れたいと思っています。今考えているのは、演劇の台本という部分に注目し、台本に書かれている小ミッションを達成することで、ストーリーが進み演目が完成する、など小道具の武器が壊れてしまい、ステージ上にある別の小道具で戦わなきゃいけないなどのシチュエーションや舞台上にスポットライトが表示され、そのスポットライトを奪い合う、まあ、奪い合った結果、まあプレイヤーの能力、まあ敵が奪い勝った場合は敵の能力が強化されるなどの内容を考えています。普通のアクションゲームとの差別化をしたいと思っているので、演劇らしさという部分を入れたい、そこら辺について聞きたいと思っています。はい、こういう企画ね、だいたい企画長いことやってるって考えたことがあるんだよね、舞台をテーマにとかって。で、これ観客をさ、でも面白いと思うんだね。方向性としてこういうこと考えるのが面白いなとは思ってるんだけど、この観客を守るっていうところがすごく直結しなくって。直結ですね。うん、アクションゲームとかって、自分を守ってるじゃない、もしくは自分の後ろにいるお姫様を守ってたりとかさ、いろんな状況はあるんだけども、これ舞台と演者というか観客と役者の関係じゃない、だから間接的なんだよね。すごくお客さんがやられて、このゲームの動画見ててもお客さんがやられて飛んでっちゃうんだけど、そしたらこの客逃げんだろうなとかって俺とか考えてるのね、普通に考えてて。で、まあ、そういうふうに戦隊ものとかそういうものだったら確かにこういう舞台ってあるだろうなとかって思ったりするんだけど、後楽園でやったりするんだけど、こういう舞台をやったりするんだけど、なんかここでやるのはどっちかとライブとか舞台とかってお客さんと一体になって、どっちかというとお客さんの声援が力になるとかさ、お客さんと一緒に例えばライブとか行ったらさ、自分が歌ってる人がさ、
マイク客席に向けたらさ、みんなが歌ってくれててさ、盛り上がってると、それが力になるとかって、どっちかってそっちの方向なんじゃないかなと思うんだよね、こういうのやるときって。で、だから舞台で、いかにこの舞台って盛り上げるかみたいなところで、普通のアクションゲームって出てきたとき、ただやっつけなきゃいけないね。だけど、舞台ってさ、ただやっつけたらつまんないじゃん。それってなんでかって、ちゃんと演出があって、なんか死にそうになってから逆転するのがかっこよかったりするわけじゃん、舞台って。はい、まあ、そういう展開ありますもんね。で、弱い敵には最初強いんだけど、なんかそしたらボスみたいなの出てきて、すげえ強くって、一回やられて、そこからやり返すのが、まあ、プロレスでもそうだけど、定番じゃないですか。で、逆にそういうことをちゃんと理解、本物の舞台とかって、じゃあどうなってんだっけって思って、それに対応して、ゲームができると普通のアクションゲームってただ敵に勝てばいいっていうのとまたちょっと違った舞台らしいアクションゲームってできると思うね。で観客の声援が例えばそれで自分がギリギリ変な話体力がなんか0から1 の, HP のメーターみたいなのが例えばあってむしろ1の時に行ってギリギリ逆転した方が評価が高いみたいなシステムの方がなんかもうなんてすごい逆転劇を見たんだ例えば感じになったりはするじゃない。なんか体力100残して余裕で勝っちゃう舞台ともう体力30までいった役者と体力1まで削って逆に逆転した役者と誰が一番こう役者として優れてるんだって言ったらなんか一番最後の人がなんか奇跡的だけどすごい感じするじゃない舞台としては。例えばそういうこと舞台の良さとかライブの良さとかっていうのをちゃんとこのゲームにこういうテーマで作るんだったらその本物の良さとか台本があることの良さとかっていうのをしっかり入れてあげるのが僕は見てていいかなと思ったんですね。でなのでなんか観客がただやられてっちゃうよっていうのはちょっと間接的だし短絡的だなってちょっとテーマがね面白いとこ掴んでるんで考えてもいいんじゃないかなとは思ってだからなんかお客さんがこう投げ銭じゃないけど投げ銭入れてくれてその武器くれたりとかなんかくれたりとかって別にそれはそれであってもいいかなと思うし逆に分かんないけどお客さんがこれ使って勝てって言ったら変なもんで勝たなきゃいけないのかなとか面白い、うん、お客さんの要求に応えるフライパンで勝てって言ったらもうフライパンで勝ってやるなのかもしれないしそういう例えばテーマが例えばお客さんから振られてそれをちゃんとやるとかねもしくは監督なのかね、演出監督がちゃんといて俺の要求に応えながらこうアクションゲームをちゃんとやっていかなきゃいけないとかっていう風にするとかいう方ながなんか僕個人的にはそういう方が楽しいだろうなと思う。なるほど。まあ確かに観客がやられて直感、まあ直感的ではないですよね。うん、プレイヤーの背中側に。そうなんだ。自分がやって打ちこぼした敵が観客を襲うっていうんだったら、もうとにかく敵をやっつけろって話になるじゃない、もう。ああ、それだけのゲームになっちゃう。うん。うんうん、で、そこの観客の存在感も、じゃあ逃げろよって、なんか僕は思っちゃうね。そこまでして舞台見てる客いたっけみたいな。死ぬ覚悟で、うん、だったらなんかこうあくまでも舞台とその世界の、まあ、舞台とお客さんとの関係っていうのをうまくこう作ってあげるかでもし本当にね観客を守るっていうのをやりたいんだったらその観客を守らなきゃいけない設定っていうのをちゃんと作ってあげなきゃいけないかなと思ってそういうのってやっぱりそれはそれで必要で例えば劇場があって劇場をに全員閉じ込められましたとなんか魔法で、でその舞台で戦うことでお客さんを守れる世界をなんかこう無理やりストーリー作ってあげることであなるほどじゃあそういう世界なのねっていうのができると一応納得はできるとは思うんだよね。そういうのって導入としてちゃんとやってあげるだけでゲームってだいぶ違うので、わからないこと。うん。これ導入大事だって話で言うとね、マリオ
スマブラでさっきスマブラの話したんだけど、スマブラってマリオが2人出たりするんじゃん。対戦できるから。はい、あれでもマリオって本当は2人じゃいけないんですよ。あの、キャラクター設定として。マリオは世界で1人なんです、ね。だけど、あのゲームだけマリオが2人いるんですよ。いいですか。うん。なぜかって言うと、あれちゃんとコピーされてるんだよね。世界観設定の時にちゃんと。で、そういうことがちゃんと設定されることによって許される世界ができる。許される。だからそこはなんかちゃんと世界観、ユーザーが納得できる、入り込める導入をしてあげるっていうのは大事なので、そういうことをして客を入れるっていうのはあるとは思うけどね。個人的には、まあ、僕はどっちかというと、やっぱ僕もこういうの考えたことあるけど、やっぱそれだったら、この客が盛り上がれば盛り上がるほど人が増えていくし、で力も。もらえる力も大きくなっていくし、逆に言うと変なずっと殴り切ってひたすらもう余裕で勝ってんだったら客がどんどんいなくなって、舞台としては大失敗みたいな、そんなの見れます。メーターに使うかなとかちょっとね思ってたりとか、しますっていう感じかな。ありがとうございます。すみません、あともう一つ聞きたいこともあるんですよ。はいはい、すみません、実はこのゲーム制作している上で、なんかいろんな、うん、まあ、アイデアとかいろいろ出たりはしたり、なんか入れたりはしてるんですけど、コンセプトが少しまとまってない部分がありまして、うん、そこら辺をなんかどうすればいいのか、自分でも少し困っている部分ではあるんですけど、うん、だからコンセプトがまとまってないから困るんだよ、はいはい、今自分で言ってるのでだからどういうゲームにする、何を楽しいとするゲームにするか、さっき言ったみたいに、例えば舞台、僕が例えば今言ってたやりたいっていうのは、コンセプトとしては多分舞台をテーマにして、舞台らしさとかライブらしさを大事にしたいっていう多分コンセプトに僕なっていくと思うね。だから観客をそういう使い方にするじゃない。だけど、そういう、それが明確になってないから、お客さんがやられちゃうっていう風になったりとかする。で、お客で、そういうのをどこに、どういうゲームにしたいかっていうコンセプトを決めておけば、そうするとそのアイデアがこのゲーム、コンセプト、このゲームに合うか合わないかっていうの、そこでコンセプトに戻って判断するんでね。だからそこを逆にちゃんと決めとかないと、どういうゲーム作りたかったんだっけ、でどういう経験をこのゲームさせたかったんだっけっていうところをしっかり作っておくといいアイディアだねっていう。で、アイディアとしてはいいけどハマらないねっていうものと分かれていくと思うんだよね。迷わなかった。聞きたいことは以上です。すいません、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。こちらで予定していた企画は全てとなります。はい、僕今日いろんなこと言いましたし、多分松山さんもいろんなこと言うでしょう、きっと。で、先生たちも多分いろんなことを言うでしょう。で、言うことがね、言っといて言うなよって話なんだけど、全部正しいわけじゃないんだよね、僕らが言ってることって。で、僕自身も自分がゲーム何本も作ってるけど、例えば会社で言えば上司がああしろこうしろっていうのいっぱいあります、ありました。で、結構無視しました、そういうのも僕も。で、それはやっぱり自分が作りたいものがあるし、自分がもちろんコンセプト持ってこうしてるのに、ちょっとだけ見たやつがちょろっと言ったことで分かってねえじゃんっていうのもあったし、逆にでもそこすごいフラットに聞いてて、僕が自分のゲーム作ってて自分が一番考えてると思ってるんだけど、ポロッと言われた意見がすげえいい意見だって時も結構あって、それはね、逆にいただきますって言って素直にいただいてたんですね。で、結局なんかちょっとやっぱり自分が作りたいゲームしっかり根っこに自分の中にあって、それを信念を持って作るっていうと同時に、
すごく客観的に見て、このゲームに入れた方がいいものっていうのを、外からもらえるものは何でも食べ、貪欲にもらっちゃう。で、いらないものはどんな偉い人から言われても弾いちゃう。っていうことは、すごく大事な作業なんですね。なので、まあ、残り1ヶ月っていうところだと思うんですけども、まあ、いろんな人のアドバイスもあって、いただきますっていうものもいただけばいいと思うし、いらないって思うものはどんな、ね、偉そうな人から言われても、別に、いらないですって言わなくていいんだからね、みんなは。そーっと捨てとけばいいだけなので、そこをうまく自分の中でやっぱりバランス取って、で、自分が一番いいと思うものを作るようにしてください。誰のせいでもなくて、自分のたちのせいになるんでね、作品はね。あの人に言われたから、こうしたのにダメだったって言われても、例えば僕の言ったことをやって、評価低いじゃないですかって言われても、僕責任取ってあげられないんで、皆さんがやっぱりそこに信念を持って、いいと思うものは入れて、ダメなものを弾いて、自分たちが自信を持って出せるもの、出してください。頑張ってください。はい、ありがとうございます。それでは、皆さん、最後に大橋さんにありがとうございました。言いましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、2022一次審査フィードバック会始めさせていただきます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。では一番最初はヒューマンの佐々木くん、お願いします。はい、総合学園ヒューマンアカデミー仙台校の佐々木歩です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。基本的な資料はご覧になっているということなので、早速悩んでいる部分についてちょっとよろしいでしょうか。はい、すいません。このユニバースポーツっていうゲームなんですけれども、基本は4人対戦でのゲームということで、よくあるようなゲームっていうことで、学校の先生からいただいているんですけれども、この宇宙っていう舞台で独自性っていうところを出したいんですが、ちょっとそこに関して何かご意見とかいただければと思っています。はい。じゃあ、早速、お話ししていきますけども、多分、まあ、若い人はね、知らないからいいと思うんですけども、まあ、我々の世代からすると、ファミコンの時にあった、アストロロボササっていう、ゲームがありまして、あれも、まあ、言うと、浮遊している状態で、こんな感じの画面なんですね。ファミコンの頃なんで 2D なんですよ。で、無重力で浮いてる状態で、戦う 1P と 2P のゲームなんですけども、銃をバーンって撃つんですね。ビームで、ピュンピュンって。そうすると、後ろに下がっちゃうんですよ。で、後ろに下がりながら方向を変えて、またプシュプシュプシュって撃ちながら相手を撃つ。自分の移動と相手を攻撃するっていうことが、ワンボタンで同時にできるっていうところが、ゲームの醍醐味になっていて。で、宇宙空間でもし、本当に、水力っていうのがやっぱありますから、実際に銃を撃ったら自分は後方に吹っ飛んでしまうっていうね、重力がないので、まあ、それを要は遊びに変えているゲームがあって、まあ、今の印象だとそれ以下だなっていう感じなんですよ。作られてはいるんですけども、できるだけになっていて、見どころが正直なんもないんですね。宇宙空間というか、浮遊している状態のその、浮遊の不自由さだけをアピールされても、不自由なことをみんなやりたいわけじゃないじゃないですか。なんで、不自由な状態から、なるほどね、だからこれで、ここが気持ちいいのねっていう、それがないと人ってこう遊びたいって思わないので、不自由さの中にドキドキできる緊張感とか、そういったものがあるんだったらいいんですけども、今のところ、まあ、まだ作ってる最中だからかもしれないですけども、組み込んだだけになっていて、正直言うと何も面白くない。何も見どころがない。ゲームが動いているだけっていうのがやっぱ今の現状なので、まあちょっと多分チームでやられてると思うので、ここからその、まあもう全部作り直してもしょうがないと思うので、どこを立てて、どこで遊んでみたい、ちょっと一回触らせてくださいって思ってもらうのか、赤の他人に。そこをちょっと自分たちでやっぱ決めて、立てるべき方向を、とこらせてやっていくべきかなと思いますね。ありがとうございます。はい。
一応、ドキドキっていう部分に関してなんですけれども、ギミックっていうものをプラスしていって、今プレイしていただいたのかわからないんですけど、反射っていう部分を詰めていて、急加速して反射する、その気持ちよさっていう部分も押し出していきたいって考えています。次に、質問がしたいんですけれども、これも学校の先生からいただいたものなんですけれども、コンセプトをもう少し明確にした方がいいということで、今のままだと抽象的すぎるっていうことをいただいたので、もし何かそのあたりアドバイスいただければ。結局なんかこう、要素は一通り入ってるようには見えるんですね。なんでしょう。こう、端っこにこう跳ね返すラインがあったりとか、真ん中にピンボールがあったりとか、あとブラックホールの要素があったりとかってあるんですけど、結局何をするゲームなのかがいまいちこう分かんないのは、さっき言った立てるべきところを立ててないという部分だと思うんですね。で、例えばその真ん中のピンボールにしても端っこのやつにしても基本的に跳ね返ってくるのが基本じゃないですか。で、跳ね返ってきて跳ね返されると、じゃあどんなこう良くないことが起きるんですかね、これ。その反射によって、予測はできるんですけれども、その即死のギミックなども出てきているので、それにぶつかってしまって、あ、やられたっていう、ところも出てきて、予測、あと他のプレイヤーから予測されていると、そこ反射を予測されてやられてしまうっていうところも出てくる。現実問題、予測できますかね、これ、この速度で。そのあたりは今、調整をかけて、あ、なるほど、はい、そうですね、結構動きやすくなって、その当たらないっていうところが大きな問題だったんですけれども、うん、ガイド線を出して、その完成移動をしたまま、狙って打つっていうことができるので、だいぶ狙いやすくなったと思います。なるほど。まあ、その辺を立てるべきところちゃんと立てて、正直、あんまゲーム性的に意味がないなとか、その要素が多すぎて邪魔してるんだったら一層削るっていうのも手ですよ。なるほど。はい、わかりました。ありがとうございます。わかりました。ありがとうございます。今のところ自分たちに悩んでいるのはこれぐらいでした。はい。あと、勝ち負けとかいうか、有利不利。はい、自分がうまくいったとき、相手に対して、今、すごいこう星型の派手なエフェクトが出てるじゃないですか、はい、衝撃の、はい。あれはすごく目に飛び込んでくるんですけれども、例えばこう自分がまずい状態になったときのエフェクトだったりとか、うまくいったときのやったが、やっぱりゲーム側からちゃんとフィードバックとして入ってきてほしいんですね。はい、その辺のメリハリをもうちょっとちゃんと状態に応じて立てていくのが一番近道かなと思いますね。わかりました。ありがとうございます。はい。では、以上ですかね。大丈夫ですかね。はい。はい。ありがとうございました。では、次は、デジタルアーツの吉田くん、よろしくお願いします。デジタルアーツ、仙台の吉田幸也です。よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。自分たちのところは、ホッピンというホッピングのアクションを作ってたんですけど、やっぱりそのジャンプアクションが一番重要なところになっていて、でそこのジャンプアクションがどうしてもちょっとやっぱ爽快感っていうのがちょっと欠けてるなっていうのは自分たちでも分かってるんですけど、そこをどういう風な感じにこうしやっていうんですかね、変更していこうかっていうところで、やっぱりそのジャンプの時にパーティクルっていうか、まあ、風を切るような感じのをつけた方がいいのか、あと、まあ、スピードを上げて、もっと爽快っていうか、速く、テンポよくっていう感じで、仕上げていった方がいいのかっていうところが、ちょっと、迷っているところなんですけど、どういう感じにしたらいいのかっていうのを、ちょっと教えてほしいかなと思っています。はい、この作品で前回拝見した時から基本的なその、はい、なんでしょう、ゲームのコンセプトは変わってないじゃないですか。あ、はい、
はい、ホッピングで前に進んでゴールを目指すゲームであるっていうことは、正直言うと一目瞭然だと思うので、今おっしゃられたように、その一個一個のそのアイテムの入手だったり、実際にジャンプをしているときのいわゆるエフェクトを含めた気持ちよさ、うん、ここの表現が今、皆無なんですね。動作しているだけっていう状態になっているので、はい、で正直、画面縦じゃないですか、これ、スマホでしょ、はい、縦画面の割には、高さ移動の気持ちよさがちょっとやっぱり元気ないなと思うんですよ。あうん、なんで、もうちょっと画面構成というか、こう、 うまくいったときのね、その、バネのエネルギーを止めて、バシューンといったときのやっぱ気持ちよさって、もうちょっと爽快感狙って、レベルデザインしたらって、やっぱ正直思いますし、だって、そこしか楽しいとこないじゃないですか、このゲーム。あーはい。なんで、であと、やっぱこう、よく、なんていうんですかね、モトクロスのバイク、自転車の、オフロードのレースとかってあるじゃないですか。ああいうのって動画見てもらったら分かるんですけども、ものすごくこう高い K 点っていうね、一番高いところに来た時って自転車をグリッてやってこうポーズ決めたりとかってやっぱするじゃないですか。そういうゲームも多いと思うんですけども、なんかこうそういうその最高得点に近い、ジャンプをかませた時っていうのはそういうちょっとこうモーションでキラリンとかっていうのが入るとか、ちょっとだけ嬉しいことっていうのがこう積み重なっていくと、それをまた狙いたくなると思うんですね。で、あとちょっと感覚的な話なんですけど、前も同じような話したかもしれないですけど、バネの数を集めていくような感じじゃないですか。これバネって数を集めるもんじゃないじゃないですか。バネのエネルギーですよね、要するに。うん、だったらちゃんとバネはエネルギーのようにこう丸く光らせて、その中にアイコンとしてバネ入れるとか、あ、うん、なんかこれも単純に感覚的な話なんですけども、バネの数を集めてバネが強くなるってどういう意味っていう、まずそこからゲームどころじゃなくなるんですね。なんか意味がわからんから。なんで、であと途中に浮かんでる黄色いやつあるじゃないですか、なんかこうスコアにつながる、あ、はい、あれ なんすかね。あれは一応はコインとして置いてるっていう感じ。ただコインの方が良くないですか。ああ。ただこうコインって集めるとチャリンチャリンチャリンとかってできるじゃないですか。はい。お金集めるのってみんな好きじゃないですか。だから一番素直に分かりやすいと思うんですよ。あの黄色いの何やろうって思いながら、フルーツ？宝石？何？っていう、なんかね、まあ言うとゲームってちっちゃい子供から大人まで遊べないとダメじゃないですか。誰が見ても何なのかが分かる、直感的に嬉しいがやっぱないとダメだと思うんですけども、わけの分からないものを集めなきゃいけないって言われると、やっぱ素直になれないじゃないですか。あ、うん、なんで、その辺はまあモデルの差し替えだけだし、あとちょっと周りにエフェクト入れるだけだし、しかもお金だったらちょっとキラキラさせるだけでも欲しくなるし、入手した時にキラリンっていうエフェクトが入るだけでも、お金集めてる感じだし、入手するとクリリンってこう光って回転してシャリンって入るとかっていうのがやっぱこう気持ちよさだと思うので、まあ正直、まあ、ソニックとかもマギドとかもいわゆる探索をやりながら何かを連続して集めていくタイプのゲームって世の中にいっぱいあるじゃないですか。ランゲームなんかもそうですけど、あ、はい、そういうゲームの研究というか、どういう挙動でプレイヤーに気持ちいいを与えてるかっていうことの研究がちょっと足りないんじゃないかなと。もしくは研究はしてるけどそれが表現できてないってなったら、まずこういったシンプルなゲームの中で構成すべき必要な要素っていうのをちゃんと洗い出して、なんとなく作るんじゃなくて、どこでその気持ちよさをプレイヤーに与えるのかっていう一回のまずゴールを決めて、でゴール決めて表現を全部やって、やった上でチーム内でさあ実際それ体験できてるかなと、まだ足りないんじゃないのとか、もっと効果的な方法あるんじゃないのっていうのをやっぱこう話はべきだと思うんですよ。なんでそれをこう残された時間の中でのスケジューリングして、モニターやって所感を聞いてっていうのをこう何ラウンドやるかっていうことをもやっぱスケジュールにちゃんと入れてやっていかないと、あとなんか他にやれることありますかねみたいな感じでこう不安な足し算でやっていくとやっぱ良くないので。わかりました。はい、
まあ、まずはこう自分たち、学校の仲間たち、身の回りにいる人間とその辺のこう意見の出し合いというか磨き合いというか、我々プロもあの定期的に社内モニターってやるんですよ。で、社内の人間、別のチームの人間とか連れてきて、で、好きかって言わせるんですね。で、出てきた意見は全部メモって、優先度を ABC ってランクつけて、で、難易度のランクも ABC ってつけて、優先度が高くて難易度が簡単だったらやらない手ないですよね。で、優先高いのは分かってるけど、難易度が高すぎるってなったら、まあ話し合って、どっちを優先するかっていうことをやっぱ決めていくんですけども、やっぱゲームの中盤から後半って必ずそういう戦いになるんですよ、ずっと。なので、まあ、画面というか、ゲームの構成上、誰が見ても何するゲームかが分かりやすいっていうのは一つ利点だと思いますんで。あとは、そのゲーム性のその期待に応えるっていうことと、想像を上回るやっぱこう気持ちよさとか驚きっていうのをあとどこで作っていくかっていうのを話し合って、それをタスク化して、実装してスケジュール決めて、まああとはもう繰り返しモニターやっていくしかないのかなって思いますね。ああ、わかりました。はい、あと一つあるんですけど、はいはい、あのその最後のゴールのところを階段に今してるんですけど、階段状にしてるんですけど、はいはい、そこの、まあ、数字、今、数字かける1から10まで、まあ、振ってる感じで、あと、やっぱり、その、ジャンプとしては、その、あんまり、その、ゴールに目指そうとは、ちょっと思えないっていうことになって、今、色を変えてるんですよ。あの、1から10までをちょっとこう、色を変えて、最後に、あの分かりやすいように、ジャンプの、なんていうんですか、まあ、場所っていうか、下の床を変えてるんですけど、そこを、平面にした方がいいのか、そのまま階段上でいいのかっていうところが、という感じの方がいいかなと思って。まあ、正直、ゲームの、なんでしょう、スタイルというか、はい、見えている角度によると思うんですね。自分が動かなくて、そこから何かを射出するっていうんだったら、いわゆる砲丸投げタイプの、円錐状にこう広がったね、棒状に広がったところにラインが引いてあってっていうやつが一番素直だと思うんですけども、まあ、このゲームって、まあ、ある意味こう、高さを競うようなゲーム性があるわけじゃないですか。あ、はい、なんで、最後、平面だったら、なんで急に平面になったっていう、距離を競うんだったら、最初から距離にしてっていう状態になるじゃないですか。なんで、ここはちょっとこう、平面にするのはゲーム的にはまず直感的じゃないのかなと思うんですよ。あ、ただ今のじゃあ階段が直感的かって言われると、なんで階段っていう気持ちも多いんですね。はい、であと一番気持ち悪いのが、そのなんでしょう、ゴールした時に一番上10じゃないですか。はい、どう見ても10以上飛んでるんですよ。あ、うん、で透明の壁にぶち当たって10のところに落ちてくるじゃないですか。はい、気持ち悪って思うんですよ。せっかく自分がすごいスコア出してんのに、それは評価してくんないんだっていう。もうちょっとそこを、気持ちよさを、あそこがもう最後じゃないですか。総決算じゃないですか、このゲームの。ああ、はい、うん。なんで、そこは逆に一番丁寧にやらなきゃいけないとこだし、一番やっぱプレイヤーを褒めてあげなきゃいけないとこだと思いますんで。はい。まあ、スーパーマリオでいうね、最後のあの旗のとこだと思うので。ああ、はい。わかりました。はい。ありがとうございます。はい。見た目的には何でしょう。その、野球のドーム球場ってあるじゃないですか。でホームランってこう、ボールが届くところってこう、すり鉢状の階段みたいになってるじゃないですか、客席が。ああ、はい。ああいうなんかこう、客席みたいな、状態にして、今なぜか細い階段になってるじゃないですか。まあ、確かに飛ぶのは1ラインですけど、けど見た目はそうじゃなくてもいいじゃないですか。もうちょっと広がっててもいいじゃないですか。あ、はい、なんでもうちょっとなんかこう楽しい雰囲気でゴールできるものをやっぱ表現した方がいいんじゃないかなと思いますよ。最後なんだろう、この意味のわからない無機質な階段はっていうね。わかりました。はい、ありがとうございます。はい、大丈夫です。
か。はい。では、次行きましょうか。ありがとうございました。はい。では、国際情報工科自動車大学校の渡辺君、よろしくお願いします。はい。国際情報工科自動車大学校の渡辺匠です。よろしくお願いします。でまず自分たちのゲームなんですけど、自分たちのゲームは、まあ、弾と爆弾を駆使して、まあ、相手を、まあ、場外に押し出すゲームになっていて、で面白さとしては相手を押し出した時のその爽快感をそのメインに作っているところで、提出時点ではそこまで爽快感というのはなかったんですけど、今そこに関してはいろいろとエフェクトだったりその飛ぶ強さだったりを調整している最中 でこれとは別にその問題点がいくつかあって、まず一つはそのスマブラとの差別化というところで、一次審査のフィードバックを見るとそもそもこのゲームはかなりそのスマブラをその参考にして作っていたところはあるので、そのかなりいろいろとスマブラの方に寄ってしまっていて、それをまあどう差別化しようかっていうところで今少し悩んでいるところなんですけれども、それについてその何かアドバイスをいただけると。はい、わかりました。おっしゃる通り、まあ多分自分たちでもね、意識的にやってることだと思うので、いわゆる見下ろし型のシューティングスマブラーじゃないですか。あ、はい、うん。なんですけど、今って、スマブラになりきれてないんですね、ゲームルールというか、ゲームの表現が。スマブラって、いわゆる、なんでしょう、まあ、このゲームでいうところの耐久値みたいなのがあって、それがいっぱいになったときにはだんだん吹っ飛ばされやすくなって、で、吹っ飛ばされたときにバシューっていうエフェクトが出るじゃないですか。はい。ああなった瞬間に吹っ飛ばされましたっていう、いわゆる、まあ、ペナルティーでいうところで死にましたっていう表現だと思うんですね。で、その後もちろん戻っていきますけど、一負けじゃないですか、あれで。だから、ああならないためにプレイヤーは頑張るんですけども、やっぱ今のこのゲームの表現だと、その吹っ飛ばされたことが分かんないのと、そこの表現をまずちゃんとした方がいいなと思うんですよ。で、いよいよもって、例えばそのリング外に吹っ飛ばされたときに、バシューっていうあのスマブラっぽいね、あのエフェクトを入れたらもう完璧にスマブラになるじゃないですか。はい。いいと思いますよ。これ、子供が見たら、スマブラっぽいからっていう理由で遊んでくれますよ。なので、実はこれ、まあ、パクリって言い出したらそれまでですけど、いいじゃないですか、別に学生作品だから。まずは、見下ろし型のシューティングスマブラっていうのを完璧に作ったらどうですか。で、ここまでパクられたら、もう、むしろ、すがすがしいわ。っていうか、スマブラやん、これ。やりたいわ。ってなるんやったら、もう勝ちなんですよ。結局、別にこれで、これ売るんだっけ、これはちょっとわからないです。多分売らないとは思うんです。ああ、そう、うん、はい。これはコンテストなので売る予定はありません。ああ、そうなんですね。はい。だったらなおさらよくね。これでビジネスやりだしたらね、著作権侵害とかってまたうんぬんの話になるけども、学生がコンテストに向けて作ってる作品じゃないですか。多分もうね、笑けるほどスマブラにして見せるかな。で、その上で、第一印象は見下ろし型のシューティングスマブラなんだけど、やってみたら、あ、なるほど、一個やっぱ工夫あるな、だから見下ろしなのねっていうのがちゃんとあれば意味があると思うんですよ。なんで今はね、なんか中途半端にちょっと遠慮してるからなのか、なんかそこまでやっちゃうともろスマブラになるから、この辺にしとこうみたいなのが全部中途半端になってるから、ちょっとね、浮かばれない戦いになっちゃうんで、なんでもうちょっと逆にスマブラを分析分解して、だんだんその自分の耐久値が減ってるっていう表現とか、
それが臨界点を越えた時にバシューって弾かれるとかっていうようなノックアウトされるっていうような表現をもう本当研究してちゃんと再現する。でもちろん作れば全く同じにはならないからさ。なんでそこをもうちょっと突き抜けてやった方が良くないですかって思います。今はなんか真似しようとして中途半端で終わってるなんか気持ち悪い作品になってるんで、いっそやりきった方がいいと思いますよ。はい、わかりました。はい、多分任天堂の人があまりにもよくできてるから笑って許してあげるぐらいの感覚で作ってた方がいいと思う。なのでもう一点突破で突き抜けましょう。はい、わかりました。であとそのもう一つあって、今のところその逆転要素というものがそのないので、それをその今からそういうのを入れるにはどうしたらいいのかっていう部分がありまして、これにその一応アイテムも実装予定なんですけれども、そのアイテムだけでその逆転要素となり得るのかっていう部分で、もうならないと思いますよ。あのもうこれ以上そういう、なんだろう、プレイヤーがやるあの動作的な要素を増やすのはやめた方がいいと思います。で、まあ、そもそもシューティングじゃないですか。はい。その時点でまずボタン1個押しっぱなしでしょ、あれ。そうですね。はい。その時点で1個指もう塞がっちゃってるんで、多分やれてもう1個しかできないんですよ。なんで、シューティングの弾と爆弾じゃないですか。で、今、爆弾がちょっとあんま機能してないんですね。あ、そうですね。うん。で、まあ、これ、まあ、エフェクトも相まってなんですけど、全然爆弾じゃないじゃないですか。ポウって落ちてくるけど、バシュってなるじゃないですか。はい。爆弾って普通、ボカンじゃないですか。ボカンがあるから吹っ飛ぶんじゃないですか。範囲を巻き込むわけじゃないですか。じゃなくて、ものすごく狭いところでバシュってやってるから、何これって変な方向に飛んでってる弾みたいに見えるんですよ、今。爆弾ってもちろんその爆発の影響範囲があるから周りを巻き込む、その代わり挙動が遅いっていう、まあ要は うまくそれに巻き込んで当てるっていうのが基本だと思うので、なんで爆弾を爆弾として機能させるっていうことがまず基本だと思うし、でプレイヤーがその動作的にやらせることはもうこれ以上増やさない方がいいと思います。でスマブラとかをもうちょっと研究してもらって、タスシステムって絶対的なルールとしてステージギミックを2パターンどっちかを、実装するだと思うんですね。で多分1個はそいつに触れると良くないっていうタイプのもの、もう1つはそいつに触れると、誰か1人だけお得なことが起きるっていう、だからみんながそれをわーって群がって取りに行ってる間に狙い撃つとか罠にはめるとかっていうような現象が起きやすい絶対的なものをステージのギミックの、要するにゲーム全体のルールとして1個追加するっていう、2個はいらないんで、じゃあどういったタイプが、スマブラにはいっぱい要素がありますけど、どういったタイプのものの方がこの見下ろしであることの利点を生かした、スマブラってやっぱこれ横向きじゃないですか。はい。で画面がめっちゃ引くじゃないですか、離れるとみんながちっちゃくなるじゃないですか、はい、だから見にくいんですよね、あれ。だけどこのゲームって完全見下ろし型なんで、みんなの距離って基本的に一定で見やすいっていうのがやっぱ一個だと思うので、そこの利点を生かした最適なアイディアを、何にすべきかをもっとチーム内で話し合って、まあ一個実装してみて、あやっぱ違ったな、じゃあ次プラン B で行こうとかっつって最適なやつを探して決めるっていう、それがやっぱ今やるべきことかなと思いますね。まあ、まず基本スマブラルールをちゃんと表現するっていうのが基本だと思いますけど。はい、ありがとうございます。うん。まあ、けど若いうちは何でもその模倣から始まるから、スマブラを研究してパクるだけでもめちゃめちゃ勉強になりますよ。で、笑ってしまうほどすがすがしいぐらいパクってれば、大体の大人は許してくれるから。ここまでやったんやったらもうええわって言うから。すごいとね、みんなね、笑ってまうのよ。そういう作品もね、去年、おととしかな、日本ゲーム大賞で優勝した作品である、GFF アワードの方かな、
もうほぼデビルメイクライ作ってたチームがいたと思うんですけども、もうやっぱ審査員の中でも、さすがにパクリすぎやろという話がやっぱ生まれたんですけども、いやいや待てと。デビルメイクライパクれるってすごくねっていう話になって。で、結果的にもうここまでやられたんやったらもうええわっつって、そのチーム優勝したんですよ。まあ、審査員の中にカプコンおらんしええかっつって、それで賞をあげましたよ。まあけど、パクるってそういうことなんですよ。で、下手すぎはね、そこまでやられたら、俺がカプコンだったらデビルチームに入れるからね、そんな人間。そんなやりたいんやったら一緒やろうぜっつって。なんで、うちに応募してくる学生さんのね、作品とかアニメーションとかの多くが、もう、うち合格する人間、今年間30人ぐらい取ってるんですけど、新卒。今年も去年も入社した人間のほとんどが、アーティストね、ナルトとサスケ作ってきてるんだよ。で、もうまんまナルトとサスケ。で、螺旋ガンドチドリで戦ってて、で、それが、インゲームモーションだったりとか、シネマティックだったりとか、なんならゲームだったりとかするんですけど、まあ別にね、それで著作権侵害でビジネスやるわけじゃないからさ。企業に応募するのに、まあ言うとサイバーコネクト2にしか通用せんやり方かもしれんけど、うち業も喜んで採用したよ。もうやりたいんやん。じゃあええよ、来いよ、お前っつって。めちゃめちゃ気持ち高かったし。だからやっぱそういう一点突破っていうのも方法としてはあるので、まあそういうのは よくないみたいなことをね、言うおじさんたちもいると思うけど、それはね、会社入った後に勉強したら、学生のうち素人なんだから、もうちょっとね、伸び伸びとパクって盗んで、本当、技術っていうのはやっぱ、模倣というか、盗むのが先なんで。なんで、そこは原曲やっていいと思います。俺はね。はい、ありがとうございます。はい、こんな感じかな。はい、大丈夫かな。はい、ありがとうございました。はい、では、日本チーム、最後ですね。ヒューマーアカデミーの佐藤君、よろしくお願いします。すみません、よろしくお願いします。はい。総合学園ヒューマーアカデミー仙台校の佐藤翔唯です。今、私たちのゲームで魔物が観客を襲うような内容になっているんですけど、なんかちょっと話し合いで、ただのディフェンスゲームだよねっていう意見があって、まあ、戦い方も単調で、なんかそういうのがあまり良くないってことで、なんかその魔物が一旦なんか観客を襲うという内容をなくす方向で考えていて、その演劇らしさを入れるために、まあ、観客のなんか盛り上がっている状態、まあ、イケイケの状態だったり、あとなんかハラハラしている状態だったり、まあ、そういうのに応じて、まあ、イケイケの状態だったら、まあ、観客を盛り上げるっていう目的があるので、まあ、そういう盛り上げる行動をする、まあ、ハラハラだったら、まあ、観客を、まあ、極限まで、まあ、どこまでハラハラさせるかっていう目的のゲーム性にするみたいな内容を考えているんですけど、まあ、そこら辺についてちょっと正しいのかどうか、まあ、アドバイスしていただきたいです。はい、私はこの作品ほぼ初見だったんですね。で、まあおそらく前作ってたやつをいろいろ話し合って、また新しいのを作ったってことなんじゃないかなっては思ってるんですけども、まあ初見としての意見をちょっと言わせていただくとですね、正直言うとまるで気持ちがわからないんですね。演劇の舞台空間になっているっていうような演出ってアクションゲームでよくあるんですけど、なんでしょう、自分が演者になってアクションしながら魔物を倒して観客から声援もらって盛り上げてパワーアップしてって、率直に言うと何ですかそれっていう感覚なんですね。人生の中でそんなことやってみたいって思ったことがないんですよ。これ多分世の中のほとんどの人がそうなんじゃないのっていう。だから演劇をその舞台というか演出にするとかっていうのは正直いっぱいあるんですけど、マギオネットとかもね、そうなんですけども、そこにやっぱこう意味と意義があって、それをやっぱゲーム性としてっていう気持ちは分かるんですけど、ちょっとね、間接的というか直球じゃなくて変化球すぎて、パッと見ると要するに横スクロール型のね、ベルトスクロールアクションみたいなもんじゃないですかこれ。うん、だったらもう最初からそれだけでよくないっていう。
実はインディーゲームや市販されているゲームも含めて、この手の横スクロールのいわゆる1ラインのですね、の、スラッシュアクションゲームっていうのは配置することあるんですよ。大量にありますよ、世の中に。けど、大量にあるってことは、そんだけニーズがあるってことなんですよ。パッと見た瞬間に一軸だから 3D じゃないからさ、まあ、3D で表現してても、まあ、言うと左から右とか右から左に進むあのジャンプアクションじゃないですか。で敵が近づいてきたら切るだけでしょ。これ太古の昔から誰が見てもゲーム画面見た瞬間に分かるっていうね、何すればいいのか。でボタン2個ぐらいしか使わないっていう、このシンプルさから世界中で愛されてきてるゲームジャンルなんですね。え、だったら最初からそこを頑張ったらっていう、スラッシュの気持ちよさとか、もう演出とかいらんから、あの、その方が正直売れますよ。この今の演劇で声援がどうとかっていう、なんかわけのわからんことを押し通すよりも。正直、赤ずきんちゃんでもいいし、シンデレラでもいいし、何かの世界観に、乗っ取った状態で、スクロールしながら、操作しながら、スラッシュアクションで敵を倒していくゲームですっていう、そこのアクションの気持ちよさとか、エフェクトの表現とかっていうのをあのちゃんと表現していった方がよっぽど売れるゲームになりますよ。あの割となんかこう企画全否定みたいに聞こえるかもしれないですけども、結構学生作品ってこういうの多いんですよ。なんかいろいろ考えすぎちゃって、ちょっとこんなんやったら新しくていいのかもなって、新しいイコール売れるじゃないし、新しいイコール面白いじゃないんですよ。新しいイコール変なんですよ。何ですかそれはっていう。なのでゲームってやっぱ8割が共感なんですよ。パッと見た瞬間に、ああはい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 、これ系ねって思ってもらわなきゃいけないんですよ。じゃないと面白そうって思ってくれないから。でたった2割の意外性を作ればいいだけなんですよ。でこのバランス間違えると、今これ8割意外性なんですよ。え、自分が演者になって、え、観客に応援してもらって、え、でまたさらに、魔物が観客を襲うとかもね、新しいキーワードだらけで、わけわかんなくて、え、けど要するにスラッシュアクションですよねと。けどその部分の要素の主張が2割しかないから、逆逆。なんで、もうちょっと素直に仕上げていった方がいいと思いますよ。せっかく、まあ、世の中で売れているジャンルに着手しているのであれば。意外性すぎると。そう。あの、すみません、ありがとうございます。いいえ、はい。あ、じゃあ、もしも、うん、まあ、その、まあ、演劇という舞台、というより、まあ、演劇舞台を残すなら、まあ、そういう要素をあまり入れない方がいいってことですかね。そう、演劇をあんま押しすぎないってこと。はい。うん、で、正直、演劇の舞台って退屈じゃないですか。ああ、まあ。だって、ステージにね、幕がかかっててさ、背景の絵作りもへったくれもないじゃないですか。なんで、まあ、それでね、こう、ゲームがこう、進行していくと、後ろがこう、自動的にスクロールして、こう、場面転換が行われるとか、で、森の美術だったりとか、なんかこう、洋館の中に入っていくとか、洞窟の中とかっていうふうに、こう、背景がぐる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 変わっていくんだったら、あ、なるほどっつって、その、演出としての、その演劇を生かすって、多分そういうことだと思うんですよ。で、あと手前にこういうなんかこう木の棒にこういう紙が書いてあって、第2幕とかっていうのがこうファインって出てきたりとか、まあ、うん、それはもう表示だけですよ。だけど、そういう演出だったら、あ、だからこれ、客席というか、あの舞台装置になってんのね。で、けど中にいるのは、それこそ童話の中の、その、赤ずきんでもシンデレラでもいいと思うし、もうちょっと素直に言った方がよくないって思いますよ。わかりました。すみません、はい、ありがとうございます。いいえ。すみません、ヒューマン、あと佐藤主任、以上です。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。はい。はい、では、すみません、ちょっと急遽お願いした、あ、いいえ、メールのタイトルですね。はい。こちら、ちょっと画面共有させていただきます。はい。まあ、一応見てはいますんで。はい。では、動画を再生しつつ、ちょっとフィードバックをお願いします。はい。はい。まあ、この1本目の方ですね。これ、なんて読むか私分かんなかったんですけど、タイトル。ノームアタック。ノームでいいんですかね。はい。はい。
まあ、パッと見て誰もが分かるっていう安心感って、まあ、要するにこういうことなんですけども、要するにアングリーバードじゃないですか、これ。なんですけど、はあ、はい、はいっつって、アングリーバードだと思って始めてみたら、途中に、背景とかのその要素があって、ただ角度決めて飛ばすだけじゃなくて、物理計算を含めてですけども、ある種のこうピタゴラスイッチ的なね、現象が起きる、面白さを持っているので、ゲームとしては、ああ、なるほどねって、正直、さっき言った、まあ、くしくもですけど、8対2の、まあ、表現というか、8割アングリーバードって思いながらやってみたら、実はそうじゃなかったっていうね、そこは、すごくゲーム的にも評価されやすい、そうきましたかっていうゲームに感じますが、それはあくまでコンセプトと企画の話であって、何でしょう、ゲーム自体の挙動エフェクト、気持ちよさ、これが正直何もやってないじゃないですか。なんでもうちょっと UI やエフェクト頑張ればいいのにっていうか、他にもいっぱいこの手のゲームあるから、もうちょっとこうそこさえちゃんとやればゲームとして成立するのにもったいないなって正直思いますね。ゲームのアイデア自体のその1回のステージでもいっぱいギミックがあるから、毎回こうやるたんびに起きる現象が違うっていうのはすごくいっぱいこう要素を含めて作られてて、そこは本当感心できるほどお見事だなって思うんですけども、なんかもう本当海外の人たちって感じしますけども、まあ、けど残念なのがやっぱ一個一個がしょぼすぎて、 UI もなんかちっちゃかったり大きかったりして非常に見にくいし、なんでエフェクトと UI をもうちょっとちゃんとてかやってないだけやからちゃんとしようっていう、それだけですね。こんな感じでいいですか。はい、ありがとうございます。はい、では、もう一本の方、ワームホールジャンパー。はい。よろしくお願いします。前も見たけどさ、もう独特すぎて。で、まあもうこのまま作られているわけじゃないですか。はい、よくわかんないけど上から物がいっぱい落ちてきて、それを避けながら上に上がっていくっていうか、まあ、積み上がったものに乗っかってどんどん上を目指すっていうゲーム性なのと、ついでに何かを拾いながら上に上がるっていうゲーム性は多分変わらんと思うので、まあ、せめてじゃあゲームとしてちゃんと遊べるように、まず背景の主張が強すぎて、落ちてきているものと積み上がっているものがどれなのかが全く分かんないんですね。なんでそこはちょっとトーン変えて、手前に落ちているものには実践入れて、後ろにあるものに関してはアウトラインなくして、主張をちょっと下げてパストル調にするとかやらんと、もう画面がごちゃごちゃすぎて何やってるか全然わからんっていうのがもうっていうのと、あとエフェクト何も入れてないのはさすがに厳しいよっていう、コイン全く、コインというか宝石取った気がせんし、ちょっとエフェクト出すだけ、パーティクル出すだけで十分なんやから。で、あとこの自分キャラクター、全くアニメーションさせてないじゃないですか、ジャンプするときも。もう気持ち悪いんですよ、固まってる絵がただ上に上がってるだけなんで。で、なんかずっとこう気持ち悪く、なんか上下にピコピコしてるから、いや、これがね、なんかキャラクターじゃないんだったらいいけど、人の形してるんだったらちゃんと縮んでジャンプって、でこう着地の時はブンってなるとかっていうのはやっぱ入れんとね、さすがに気持ち悪いよ。なんで、まあ、これで行くなら行くで、ゲームとしてやるべき表現をちゃんとやったらってやっぱ思いますね。ありがとうございます。はい。まあけど、もうまず入り口の時点で謎すぎてわけわかんないですけどね。まあけど、もうこういうセンスの持ち主の方で、これでやりたいっていうことだと思いますので、もう止めんけど。はい、そうですね。食べにくいわーって、世の中の多くの人が多分思ってしまうと思います。はい。はい、
こちら翻訳して OJL に伝えさせていただきます。はい、うまいこと伝えておいてください。はい、ありがとうございます。と、こちらで、参加チームは以上となります。はい。質問などあればよろしくお願いします。はい、まあ、もうね、残された時間はわずかだと思いますし、まあ、ただやっぱりその皆さんゲームっていうのは自己満足で作るもんじゃなくて、プレイヤーがいて初めてゲームはゲームになるんですよ。で、プレイヤーって誰かって言うと赤の他人のお客様なんですね。じゃあ赤の他人のお客様に自分たちが作ったゲームを遊んでいただけるか否かっていうことを一番考えなきゃいけないんですよ。なんで、よかったら遊んでくださいじゃなくて、魅力で振り向かせるのがゲームなんで、それがエンタメですよ。なので、やっぱこう、作るのって結構大変じゃないですか。で、同じ労力をかけて作るんだったら、多くの人に楽しんでもらいたいってやっぱ思わないといけないから、いや、僕らはこれが面白いと思ってるんですけどね、は、なんでしょう、もうガキのたわごとなんですよ、それ。なんで、皆さんは実績作るためにやっぱ物は作るわけだし、それがクリエイターでしょ。で、作る以上は必ず評価してもらわなきゃいけないんですよ。だから、ちゃんとお客様に評価してもらえる。多くの人に楽しんでいただけるゲームっていうのはやっぱ意識しないと、僕はこれが好きなんですはもう通用しないので、お客様は残酷ですよ。興味なかったら絶対やってくれないですからね。ましてやお金なんか払うわけないから、ただでもやらないっていうのがお客様なんで。なので、それでこうおーへーふーほーおーっていう、もうこの順番なんで、なんでそこをちょっとこう意識するためにも、自分たちでじゃあ普通の感覚って何なのか、普通じゃないって何なのかっていうことをもっとチーム内で議論して、で、当たり前にやっぱ既存のね、今ある数多くのやっぱゲームを研究して、分析して、どうすればその技術、表現、盗めるのか、何パターンあればそれが再現できるのかっていうことをまずは分解するのがやっぱ先だと思うんで、それが研究なんで、で、それをやっぱ自分たちのゲームの中に実装するっていう。で、それを繰り返し、作っては直し、作っては直しがもうゲーム開発なので、残された時間、方向性絞って、悔いのないね、ものづくりを、やっていただければと思います。松山さん、お忙しい中、どうもありがとうございました。はい。ありがとうございました。皆さん頑張ってください。ありがとうございました。バイバイ。ありがとうございました。頑張ってね。ありがとうございました。ありがとうございました。